その朝、宇宙船ロムルス号が地球へ帰還しようとしていた。見ろよ、木の先。ああ、帰ってきたな。あと1時間だ。一番遠い星へ行くのは誰だ？宇宙飛行士、乾清人。同じく木の先人。全然変わってねえよ。2年ぶり。あの3人はね、養成所時代の同期生なのよ。乾清人組ってまさかあの宇宙船の遠距離航行記録を片っ端から塗り替えてる2人組ですか？そうや。ほっといたらどこまで飛んでいくか分かれへん、ちょっと危ない2人組。乾、どうしたんだ？乾、ロムルス号、高速で軌道外れ大気圏に突入します。隊長、どうしたの？ロムルス号から異生命体反応が出ました。ロムルス号に宇宙生物が乗ってる。乾、城崎両飛行士の安否と宇宙生物の調査を。そう、了解。了解。隊長、メインコンピューターに異常は？これはあれだ。待て、新庄！新庄、そこにいるのか？木崎、一発で仕留めろよ。あら、誰もが等しく一つの同じ幸福を生き、互いに競い合うことも比べられることもない。夢みたいだな。安らぎを求める者は将軍、我らの塔に集う。リーダー、やはり本部の音がありません。新庄、いいか、正午までにはまだ1時間ある。俺が本部の状況を確認するまで攻撃は控えろ。それから塔へ人を近づけるな。了解。レナ、発進準備。本部の確認へ向かう。了解。新庄、どうした？妙やね、こいつ死んだ後も体の組織が変化しよる。そうなのか。あ、そいつは木の先だ。え、どういうことや？ビルドの奴ら、俺たちの船に潜り込んで。木の先使って試したんだ、人間をイルドに変えられるかどうか。ほな、イルドの言う共に生きるっちゅうのは。だから人間をイルドに変えちまうってことだ。奴らな、そうやって仲間を増やし続けていくんだ。そんな、あんた科学者だろ。
分かったらさっさとそいつ分析してイルドのこと調べろよ。これは城崎飛行士なんですよ。いくらイルドに変えられたからって俺が撃ったんだ。俺がこの手で。だからってそこで泣いてるのがお前の仕事かよ。何のために城崎が地球へ戻ってきたと思ってるんだよ。大吾、堀井と一緒に2号機で城崎を生物学研究所へ運んでくれ。新庄さん。俺は町の人間を避難させる。一発で仕留めろ城崎飛行士。そう言うとったな。ずっと考えとったやろな。イルド化した自分に何ができるんか。初めから自分の体を分析させるつもりで地球へ。そのことを新庄隊員は分かっとるよ。みんな分かっとってもあいつにとっては自分が撃ったことに変わりはない。何投影だと。くそ。おい、なんだよあれ。あれがイルドかよ。光ってるよ、行ってみようよ。待って、お前だ。お前ら、トウエなんか言ってどうするつもりだ。あんたには関係ないだろ、どけよ。ちょっと待て。イルドと共に生きるってことはな、イルドに変えられてしまうってことなんだぞ。俺はそんでも構わねえよ。俺はイルドに変えられても構わねえんだ。人間じゃなくなるんだぞ。イルドの言っていたような世界が本当にあんなら俺はイルドになったっていい。なんだと。なんだよ、イルドになったら俺は撃つのかよ。行こうぜ行こうぜ。あっちの方がいいよ。行こう。俺は撃つ。お前らがイルドになったら俺は撃つ。行けよ、行ってイルドになってみろ。エロ、なんで塔に行く奴ら止めないんだよ。どうやってでも止めるのがお前の仕事じゃねえのか。仕事仕事仕事ってお前に一体何が分かるんだよ。じゃあお前には何が分かってるって言うんだ。城崎を撃ったのはこの俺だってことだよ。お前じゃなくてな。そんなこと、そんなこと分かってる。そこにはもはや悲しみも痛みもない。誰もが同じ一つの幸福を生きている。乾、イルドの塔をスキャンしてモニターに回してくれ。急いでな。乾、俺が分かるか。乾、メロン、メロンパン、メロンパンだ。何言ってんだよ、しっかりしろよ。城崎すげえ好きだったよな、メロンパン。学食のやつ毎日食ってたよな。何もしてやれなかった。あいつがどんどんイルドになっていくのに俺はずっとそばにいたのに。こんな俺見たらびっくりするよな。そんなのすぐ治る。そしたら次は銀河を超えるんだ。俺たちの夢だろう。俺に銃があればお前に撃たせたりせずには済んだのにな。俺はよし、合言葉はメロンパンだ。お前がメロンで俺がパン。俺が答えなくなったらその時は
俺はイルドだからな。バカなこと言うなよ。よし、みんな避難させるぞ。新庄、ホリ、乾にイルド化が始まった。何やと。新庄、ええか、あの塔はただの塔やないぞ。塔の先端にあいつらの脳がある。イルドは一つの脳を共有してんねん。一体何が始まるんだ。わあ、すげえ綺麗だよ。あいつら、バカ、逃げろ。本性を現しやがった。一発で仕留めろよ。まっすぐ走れ。メロン、いない。システムダウンして、でももう大丈夫よ。リーダーがガッチウィングエクストラジェットでそっちに向かったわ。来た。ホームチェンジの後にアルファ機のハイパーコールドビームとベータ機のハイパーメルトガンを塔内部の脳に集中させる。了解。
塔の中の人間が人質かよ。の言う通り復唱しろ。我らはイルドと共に生きることを望む。復唱しろ。分かった。我らはイルドと共に生きることを望む。おい、何言ってるんだよ。イルドにされちまう。俺はイルドになんかなりたくねえ。みんな信じろ。信じるんだ。乾、続けろ。ああ、悲しみも不安も存在しない。イルドに導かせよ。悲しみも不安も存在しない。イルドに導かせよ。我らをイルドに導かせよ。我らをイルドに導かせよ。導かせよ。我らをイルドに導かせよ。導かせよ。我らをイルドに導かせよ。導かせよ。構えろ。我らをイルドに導かせよ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 。撃て。ティガ、ありがとう。お急ぎで作ったんや。聞いてくれよ。ホリー、かなり進行しとったからな。しっかりしろ。一番どういう星行くの？誰だ？答えろよ！乾！宇宙飛行士乾。Thank you.
一人で行くんだな、俺は。ああ、一人で行くんだ。一人。ゲーマーだけが集まるコンピューター都市タウン、招待されたヤズミの前に現れる少女カレン、メカ生命体ファイバスがティガを仮想空間に誘い込む。次回ウルトラマンティガ、少女が消えた街、お楽しみに。